戦略、パイセン。松原湖の夏は暑いわけで、私は一人で釣りに来てるわけで、パイセンがいないのは少し心細くもありますが、一人前のヘラブナ釣り師になるべく精進いたします。そんなわけで、この動画で成果をパイセンに報告します。パイセン、ありがとう。来ました。来ましたね。すげえな。残念。すげえでした。でもいい引きでしたね。ノーカウント。やっと釣れました。33センチありました。ありがとうございました。
出ましたよ。いい方です。 29.5 でした。33センチですね。雨降ってないよね。雨降ってないですね、まだ。なんかでも駐車場に水溜まりになって、あ、なんか朝早くは降ってたみたいですよ。なんかだからタオルとかなんかさ、はい、シートみたいな空調機やれば濡らしといてね。ああ、まあみんなそうですね。マスでもそうなんだけど、みんな魚ってこうやっても手で持っただけでやる。ああ、やけどしちゃうから。はい。こういうところ夏はほら暑くなるんで。ああ、わかりました。暑いところ入れる鉄板なんかもう一発で弱っちゃうからね。今度そうします。うん。そういう時間はいいと思う。え、雨降ったら大丈夫だ。ちんくいやつが多いでしょ。ちっさいですね。いや、そっちはね、はい、小さいとこはみんなそういうやつになってる。あ、そうですか。測るほどでもないし。測るほどでもないですね。でも、一個ずつみんな測ってるね。いや、大きいかなっていうのはだけ。
30になったらやめよ。やめよ。30になればやめ。はい。うん、1時間ぐらいやめなあるから。その間に片付ける。ご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching.